はい、どうもゼロプロです。よろしくお願いいたします。そうっす。正直、スクスタが難しすぎて引退した人多いんじゃないでしょうか。はい。普通のゲームとは、やっぱり違うんだよね。RPG って歌ってるだけあるなーっていうぐらい、他のゲームの感覚でいくと分からなくなるぐらい、要素が多い。ラブライブ好きだけど、スクスタ分かんないからやめようとか、このゲーム入れてみたけど、全然意味分かんないからやめぴみたいな人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。いろんな人が解説動画上げていらっしゃると思うんですけど、私たちがこだわりたいのは、無課金課金前提でゲームは作られているとはいえ、やはり中高生のみんなはそんな簡単に課金できないんですよ。そんなあなたたちのために今日は UR なしで上級ヘッスを取ってみようっていう作戦会議です。かくいう僕も最初スクスタのルールが全然わかりませんでした。アピール、スタミナ、テクニック3つステータスがあるけど、これ何に活かされてんのっていうところからまず始まりました。スタミナはなんとなく HP だろうなってわかるけど、アピールとテクニックとはってなるよね。じゃあまずアピールとはバラン魅力え要するにこのゲームのスコアランクの S、A、B、C とかってライブの成功度を表しているんですよ。なるほど。このライブの成功とか失敗に大きく関わるのがスクールアイドルの魅力です。スタミナとはいくら魅力が高くたって一本の楽曲を披露する中でスタミナが切れるとどうしてもねパフォーマンスが下がっていってしまうんですよ、うん、もう最後にはノーブラのほのかちゃんみたいに倒れてしまって楽曲が失敗なんていうこともあります。なるほどね。スタミナ値が緑のゲージの時は自分の魅力が 100% 出せるけど黄色ゲージ赤ゲージってなっていくにつれてできることが減っていく。アニメで例えると笑いながら腕立て伏せができる状態からしかめ面になっていくみたいなね。そうそう。続いてテクニック。人それぞれね持ち味があると思うんです、うんうん、例えばリンちゃんだったらアクロバティックな動きができるとか、チカちゃんだったらバク転をライブ中に決めるとか、そういう特技がそれぞれあると思うんですけど、うんうん、テクニックはそれだと思ってください、うんうん、じゃあこのテクニックが高いとどうなるかっていうのが、ライブ中に下のゲージがどんどん溜まっていって、そこポチって押したらシャラシャラってやるじゃん。あれがチカちゃんのバク転だと思ってください。あー、曲の見せどころみたいなね。そういうことです。普通のゲームで言うところの必殺技。テクニックが高いと、この必殺技の威力が上がります。で、この必殺技を打つことによって、よりライブの成功度が上がる。よく言われるのは、メイン作戦とサブ作戦を切り替えて、ほら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 みたいな言われるけど、とは。ってなるやん、うん、矢印ボタンを切り替えればメインとサブ作戦に切り替えれるっていうのはわかるんだけど、何が何でっていうのが正直わかんないじゃん。スクスタで楽曲をプレイするときに赤、緑、青っていう感じでチームができると思うんだけど、まずこの赤、緑、青、色なんも関係ありません。 VO とか SP とか GD とか綺麗に赤、緑、青でたまたま分かれてるけど何も関係ないです。基本的に楽曲をプレイするときは一つの作戦だけを使うようにしてプレイします。タップすることによってもらえるスコアは一つの作戦分しか反映されてません。メイン作戦の3人以外はぶっちゃけアピール値もテクニック値も関係ないってことになるんだよね。そういうことなんです。ここがびっくりだよね。ただスタミナは合計値なんだよね。でも逆にこれを理解すればパーティー編成の組み方とキャラの性能のね見方が分かるようになるんで。そうだね。じゃあそのメインで使う3人はどういう3人がいいのっていうところがまず疑問に上がってくると思います、うん、先ほど説明したアピール、スクールアイドルの魅力ですね、うん、が高ければライブが成功しやすくなるっていうお話を最初にしたと思うんですけど、タップした時にもらえるスコア、これはメインの3人のアピール値、これに依存してます。なので基本的にはアピール値の高い3人をメイン作戦に編成すれば一番効率よくポイントが稼げるようになると思います。さっき言った通り体力がどんどん減っていく、黄色ゲージ赤ゲージってなっていくとアピール値が下がってしまいます。1万の子でも1万の魅力は出せない。そのためにアピールが強い子2人と回復役もしくは盾を張る役を1人入れた方がいい。これが急に RPG 要素が出てくるんですよね。攻撃特化の2人を前に回復する子を1人サポートに入れる。でライブ編成を組む時にキャラの上に緑とか赤とか青がまばらに入ってると思うんですけど、
ど、これは作戦っていうボタンを押して自ら編成しないといけません。赤色がメイン作戦にするっていう人が多いと思うんですけど、真ん中の3人がメイン作戦の人かと思いきやそうではないっていう、またこれもややこしいんだよね。めちゃくちゃな罠なんだよ。真ん中の3人の子はまた別の役割があって、必殺技打つ艦隊、これがまた余計ゲームをややこしくしてると思うんだけど、メイン作戦で使う子はその中にも全然入ってても大丈夫なんだけど、例えば回復の子とかって必殺技を打つ時ってアピール値とテクニック値に依存してるので、スタミナが高い子は基本的にその2つのゲージが低い場合が多い。だから真ん中の3人はアピール値とテクニック値が多い子にすべき。だから自分の持ってるキャラでとりあえずアピールとテクニックが高い子を真ん中の3人に入れる。逆に両サイドの3人は作戦の並びとも関係ないし、ライブ中の立ち位置でしかないので、うん、自分の好きなように並び変えればいいと思います。そうだね。それでは本題です。どのキャラで編成すればいいのっていうところ、私がおすすめするのは一番最初に配られるキャラで、この編成は成り立ちます。アクアから対馬よしこちゃんの制服の R、 虹ヶ崎学園から制服のかりんちゃんと制服のかすみ、この3人がいれば結構な底上げになる。その理由は後から説明します。そして SR キャラ、初期エリチ、初期ルビー、この2人はバリ強いね。バリ強い。回復の子は誰がいいのっていう話になってくんだけど、 SR の初期の海ちゃん、 SR の初期のダイヤ、この2人のどっちかがいれば基本的に OK。 これで全部ではないけど、とりあえず上級 S1 個は取れる。でみんなは絶対 UR1 枚は持ってると思うから、私が今提示したパーティーよりもいいパーティーが組める。なぜこれで S が取れるのか、 UR はいらないのかってなってくるけど、簡単な曲だといらない主に使うのは赤色のメイン作戦を使おうと思ってます。さっき言った通りにアピールの高い子2人プラスガードの子1人を入れます。アピール値が高い子を入れるなら、エリツとカナタちゃん入れればいいんじゃないかってなるんだけど、なぜこのレアキャラ3人をおすすめしたのか、このゲームには特技というものと個性っていうものがあるんだよね。実は特技よりも個性の方が大事説っていうのがあるんだよね。でこの R の3人は個性っていうものが同じタイプの子のアピール値をアップさせるっていう個性を持っています。つまりこのレアキャラの3人は VO って書いてあるボルテージの子のアピール値の底上げをしてくれます。ということはもともとボルテージが高いエリチ、そしてルビーちゃん、この2人のアピール値をさらに上げてくれるっていう役割をしてくれます。だからこの SP のカナタちゃんを入れてしまうとエリチにしかかからないからもったいないよねっていう話になるんだよね。このエリチとルビーちゃんをおすすめしたのは、この2人も同じタイプのアピール値をアップするっていう個性を持っていて、完全に R の上位互換になってます。サブ作戦の子の個性はメイン作戦にもかかるので、 UR の子の VO を持っていたらそこの高いアピール値にプラスプラスでこう底上げをしてくれる、縁の下の力持ちの役割をしてくれるんだよね。なのでサブ作戦はステータスが低くても個性でメイン作戦の子のステータスを上げれる子を編成すべきです、うん、なんだけど、うん、逆に特技、サブ作戦の子は特技何の意味もないです。その作戦に変えないと発動されない。なのでメイン作戦の3人以外は個性にね着目するのが大事になってくると思います。うん、でこのレア3人は必ず最初に配られると思うから編成するとして、残りの3人は個人的なおすすめは無難にスタミナが高い子を編成するのがいいと思います。そうだね。必殺技は溜めないと打てないけど、基本的な通常攻撃はずっと出すものだから、溜めて出すものよりもこう蓄積したものの方が結局最終的なスコアには関わってくるから、必殺技をメインで考えようっていうよりも、まずはメイン作戦の通常攻撃をメインに考えようっていうのが大事だよね。コツコツだよ、何事も。うん。まとめるとパーティー編成に必要なのは個性です。アピールプラスタイプの子があればめちゃくちゃいい。私は絶対に二次学でしか組みたくないっていう人はアピールプラス同学校っていうのもあるから、そういうのに合わせて組んでいくといいと思う。あと UR とかになっていくとアピールプラス全員とかってなっていくから、まあ、それ一個あればだいぶ世界も変わるよね。そうなんだ。全員のくせに倍率も高いっていう、いろんなサイトとかでこのキャラクターが強いってされてるキャラクターは結構アピールプラス全員がついてるキャラクターだったりします、うん、だからそういう UR になってもやっぱり個性がね、うん、
とても重要視されるゲームなんで、レアとかになると個性を重視しないと、まあなかなか最前線ではね戦うことができないんですよ、うん、私はどうしてもセンターは小鳥じゃなきゃ嫌みたいな人もたまにいるんですよ。だからそういう人も最初に配られる自分の推しの SR をメインにして組むのでも全然上級 S は取れていくと思うから、徐々にねゲットしてって攻略していく、まさに RPG ゲームなんじゃないかなって思いますね。はい。あとはその楽曲の攻略情報っていうのが必ず明記されているので、アピールチャンスっていうやつをクリアしないとめちゃくちゃにスタミナ減らされたりだとか、逆にアピールチャンスをクリアすればめちゃくちゃにスコアがもらえたりとかってするから、そういうのを大事にやっていけばいいと思います。はい。このゲームじゃあモチベーションどうやって保てばいいのみたいなあると思うんですよ。僕がおすすめするのはマジでストーリー、メインストーリーもめちゃめちゃ面白いし、まあそれぞれの絆エピソードとても内容が濃いし、あとはイベントのストーリーもね、いろんな学校同士での絡みがメインストーリー以上に繰り広げられてるんで、とてもおすすめなんですよ。メインストーリーをとりあえず最初に進めていけば、意思もたくさんもらえて面白いお話も読める。まずはストーリーを進めながら意思を貯めてガチャを引くのが大事だと思います。うん、全然ね無課金でも遊べる。はい。我々が課金してるのは推しが欲しいからであって、ゲームをクリアしたいからではないからね。強いキャラクターが欲しいわけじゃないんです。そう、うん、推しが欲しいんだよね。はい。当たんないんだけどね、本当にね。スクスター諦めてしまって、難しすぎてこんなのやってらんねえぜみたいな人は、ぜひこの春休み期間にまたラブライブに戻ってきてくれれば私たちも嬉しいなって思います。この僕たちの今紹介したのが最適解っていうわけでもないし、うん、他にもねたくさんの要素が絡んでいるんです、うん、まあ僕たちが思うレアとか SR だけでの編成での効率的なパーティー編成だったので、ストーリーでこれ以上進めなくて見れないよって人も一回この編成にしてみたら先に進めるかもしれないから、ぜひ試してみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画少しでも役に立ったって思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄でゼノプログッズ好評発売中です。これ違う。ぜひともお買い求めください。材料を紹介する。カップヌードル6つ、ご飯5合ぐらい、卵1パック、油お口ね、以上。やる気もない。シールついてない。ねえ、目は引いたのかと思った。天気の大発見みたいな顔してたよ。うわー恥ずかしい、こんな格好して。格好が恥ずかしいんだから。だからこんな格好してっていう。なんで追い打ちかける。できるなお前。レベル高め。